やーきついね。考えろ、相手は赤まで OK。 連ソル頭、どっちもボス1連鎖負ける。結果的に平らに伸ばしてるって微妙なやつだった。よし、パーチクソに鍵だ、いけいけ。よし、まあ、ここまでは大丈夫。あれは足りない。 OK。 ナイス。待てよ、なんか趣味の4連続見て、あーこれ相手結構でかいっすか。すいませんでした。反省します。まあ割と甘い行動しちゃった。いや最悪、これも飛ぶ。あくっそー、悲しいよ。甘えます。うーん、これ打たされた。あー入れられた。ギリギリまでパターンだったから結構でかそう。積もる方もヒヤヒヤするけど、やられる方もヒヤヒヤするんだよ。
まあ、逆置きか。逆置きしたらいけないか。うん？いや帰ることないな。これはですけど結構時間はあるからリカバリ次第ではまあなくはない。結構難しい。オッケー、パタンキュー大勝利。今連鎖を考えちゃってる。逆に言っちゃうか。あ、ごめんなさい。回転入りませんでした。奇跡をこれは奇跡を信じる。絶対繋がらないけど、なんか知らんけどいけー、あー、どういう状況？うん、この連鎖秒なんですかこれ？相手を切るの。まあ勝ったんでよしょ。
勝ちが正義、勝つことが大切です。これ同時消したから強いと思うんですけど、甘えた相手見てなかった大勝利。ちょっと待って、なんでこうなった。違う意外と耐久力ある。またよくわかんないし始まったよこれ。これで相手もつなげれるから変なことはしていけない。行って行って、よし。いやー、いやあれ難しいポイント。いや、この走りはわかんない、俺が知らないとか。ああ、そういうことか、無理やり消すパターンか。よし、まあ結果勝ったんで優勝しましょう。 OK、折り返しがまずいんで早めに折り返しを完成させたい。まあ4連までとりあえず作れた。難しいことになってる。大勝利。やった。ミスった。あ、同時消しで妥協した方がいいか。出るんだぜ風止まりしといて、相手の最速を牽制して。1回目だから言うてくれない。2回目も受けて、まあ、ちょっとうまいこと完全に狙われたりもあったけど、まあ、
狙われないお祈りしてるから。やられた。いや今あもうちょっと近い置き方だったよな。遠い置き方をした気がする。まあ、一回ケースとか判断あってもよかったと思う。まあいいタイミングだった相手が。Let's do it.